生のキャッチャーがリードします。田中将大。1年生の田中のポジションはキャッチャー。しかし監督の高田は田中の肩の強さにピッチャーとしての資質を感じていました。リードします。田中将大。1年生の田中のポジションはキャッチャー。しかし監督の高田は田中の肩の強さにピッチャーとしての資質を感じていました。戻しができる。パーヒーが例えたら、パーヒーこうではなくて腰が回った後にパンチをくる。こっち軸に移してからこういう、分かる？パーヒーの強さみたいな、一軸にして一軸やったらこういうパンチ、頑張ってこういうパンチ、二軸にしたらこういうパンチ。先生は言ってるのは一軸と二軸のところを両方兼ね合わせてこっち側軸に移してあげると何のパンチが出るか、このパンチを出した後回す。
のパンチを。構えて、壁と胸の距離を空けるようにして、で内転して、ポイントは壁と胸の距離を空けて、内転して前で来ると思う。
左手を親指をね空に向けてゆっくりでいいよ、ひねってひねって投げる、前で挟むようにしっかり前で挟んで、顔を動かさずに軸を作って挟む、右足を前にして投げます。内線挟む。1年の秋は2番をつけて、大会に臨んだんですよ。メインはキャッチャーやってました。2年生ピッチャーを1年生のキャッチャーがリードします。田中将大。1年生の田中のポジションはキャッチャー、しかし監督の甲田は田中の肩の強さにピッチャーとしての資質を感じていました。1年生キャッチャーの田中、なかなか見せてくれます。うちに来てブルペンで、まあ、本当僕が初めて見た時に球種は何投げんのって言うよ。あ、スライダー、スライダー、あ、そう、投げてみてって言ったらもうガーンって曲がってました。そんなに曲げなくてもいいんじゃないって、言うぐらい曲がってました。落ちるボールとかはとかって言ったら、投げたりしたことはありませんって言うから、ちょっと1球投げてみてって言って1球投げたんです。そしたらもうストーンって落ちて、もうしかも僕らが見ててえらいいい場所で落ちるわけですよ。だから秋の全道大会優勝して明治神宮大会に出た時に、マサヒロ行ってみようかと。駒大苫小牧、先発マウンドには背番号2をつけています1年生田中が上がっています。まあ結果は負けたんですよね。ただマサヒロ投げて、ただそれはマサヒロは素晴らしいピッチングをしたんですけど、マサヒロ のフォークをやっぱりその当時のキャッチャーがやっぱり取りきれなかった、止めきれなかったっていう、でもそれを見られてた方が、あれはすごいピッチャーになるぞということで非常に評価いただきましたね。はい、キャッチャーやって打者でいくか、ピッチャーやるか、どっちだと言ったら、もう迷わずピッチャーです。キャッチャーからピッチャーへ。それは2006年の夏、
あの日本中を熱狂させた甲子園での試合でした。三振でワンアウト。レフトへ、大きいぞ、どうだ、フェンスに当たった。3対1、再び2点差。モーションを起こしてからキャッチャーのミットにボールが到達するまでの時間っていうのがやはり 1.3 以上4とかかかってましたんで、必ず盗塁。